私の名前はなるみ。戸建てに住む一児の母です。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。最近近所に引っ越してきた人にのりえさんって人がいるんだけど、彼女はすごく感じがいいの。みんなのことを気遣ってくれて、すぐに車を出してくれる、そんな人。最初はそう思ってたんだけどな。なるみさん、今日の食事会どうやって行く？車でそのまま向かうつもりだけど。よかったら私が乗せて行こうか？え？私も食事会に行くから一緒に行こうよ。実は他の友達と約束してて、車に乗れる人数がもう定員オーバーなの。ち、ならダメか。わかった。じゃあまた今度困ったことがあったら言ってね。ありがとう。数日後。なるみさん、今日の食事会私が送っていったよね。うん。家にいきなり来た時はびっくりしたけど。肉じゃが作りすぎちゃったから、なるみさんの家にお裾分け。そのついでだし、せっかくだから一緒に送っていこうと思って。気持ちは嬉しいんだけど、今後は連絡をしてほしいな。え？私結構他のママさんと乗り合わせで行くことが多いの。だから今回は先に行くねって連絡をすることになっちゃって。そうだったんだ。ごめんなさい。これからは事前に連絡するね。よろしく。こんな感じで、彼女は率先して車を出そうとしてくれるの。私は車を持っているから別に大丈夫だったんだけど、車を持ってないママさんとかは結構助かってたみたい。でも、その雲行きがどんどん怪しくなってきて。ねえ、聞いたんだけど。何を聞いたの？あなた車を出して、その代わりにお金とか物を要求してるって。ああ、その話？そりゃもちろん人に送ってもらったら何かお返しするのは当然でしょ？もちろん直接的にお金を受け取ることはほとんどないけど、車の維持費だったり、ガソリン代だったり、運転するにあたっての労力とか、やっぱりそれは誠意を見せてもらわないととは思うよね。そうやってお金を払わせようとしたり、物を買ってっていうのはちょっと違うんじゃない？しかもそれ、頼まれてやってるわけじゃないでしょ？どういう意味？送迎をしてほしいって頼まれたわけじゃなくて、のりえさんの方から送っていくよっていつも言ってるじゃん。そうだけど？みんなガソリン代として食事代を出したりとかしてくれてるわけでしょ？それなのに後からお金を要求っていうのはちょっと。それだけで足りるわけないでしょ？相手が車を出してほしいって言ったのか、私が車を出したのか、それって関係ある？それはちょっとぐらい関係あるでしょ。ないない。だって事実、車を出したりガソリンを使った私が疲れた、この事実ってどっちがお願いしたとしても変わらないものでしょ。だから労力は一緒、もらう対価も一緒。まあ確かに言ってる意味自体はわかるんだけど、この前の食事会の帰り、無理やり送っていこうとしていたでしょ。誰を？リコさん。旦那さんが迎えに来るから気にしないでって言ってたのに、家も近いしついでだから送っていくわよって。結局断りきれなくて乗せて行ってもらったみたいだけど。旦那さんの時間を奪わないように私は提案しただけだけど、もしかしてそれがおせっかいだっていうの？そこまでは言ってないけど、その後家の中を物色したって聞いたよ。ま、送ってもらっておいてひどいこと言うのね、あの人。せっかく家に行ったからお茶でもって私が言っただけ。普通お茶でもっていうのは家主の方だよ。あなたが言うことじゃないと思うんだけど。引っ越してきたばかりだからみんなと仲良くなりたいと思っただけじゃない。お茶菓子を出してくれたんだけど、それだけじゃ足りないよね。もっとお金欲しかったからさ、家の中にいいものないかなってただ見ただけよ。確かあの店からリコさんの家までだったら車で5分程度だよね。そうだけど。ならお茶とお菓子で十分元が取れてると思う。今はガソリン代高騰してること知らないの？なるみさんってお金持ちだからガソリン代とか気にしてなさそうだもんね。確かに一時期上がったけど今はまた少し落ち着いてるじゃない。庶民にとっては大打撃なの。ガソリン代の代わりにお茶とお菓子で済まそうとするなんてありえない。だから家にあった可愛いピアスをちょうだいって言ったんだけど、そのピアスは旦那にプレゼントされたものだからダメだって言われて。送迎のお礼にピアスもらおうとしたの？ピアスって買った場所とかにもよるけど、高いものは結構高いよ。だからそのピアスはダメだって言われたからさ、代わりに使ってないって言ってたピアスもらった。見て見て、これ可愛いでしょ。このピアス3万はするよ。だから何？
ガソリン代のお礼にしては高すぎるって言ってるの。使ってないものだし、実質0円でしょ。それにお礼っていうのは気持ちで表すもの、金額じゃない。だからこそ私はお茶菓子でよかったんじゃないのって話なんだけど、気持ちとしてこれをくれた。だから私はそれを受け取った。それ以上でもそれ以下でもないんだけど。なるほどね。あなたそういう考えなんだ。どういうこと？今後私の送迎をしてくれなくて大丈夫です。え？どこに行ったとしても私の送迎は結構です。そんなこと言わないで助け合おうよ。別に私嫌がらせしようとしてるわけじゃないんだよ。善意で送り迎えしてあげるって言ってるのに。その後に家の中を物色されたらたまらないからね。そんなことしないよ。ちゃんと誠意を見せてくれれば。誠意っていうのはお金のことでしょ。そこは自分で考えて。そんな風に言われるのが嫌だから私は送迎結構です。そのつもりでよろしくね。考えとくね。その後も何人か被害に遭ったみたいで、送迎をしてもらった手前強く断ることもできず、彼女が欲しがるものをあげた人も何人かいるみたい。そのせいでつけ上がってきちゃってさ、彼女も好き放題やり始めたんだよ。1ヶ月後、なるみさんのお子さん公園で見かけたから今から送っていくね。嘘でしょ。本当だよ。ちょうど見かけたら遊んでたから車で送っていくって言ったの。うちの娘も大喜びでさ、今から一緒になるみさんの家に行くから。本当だ、娘から連絡が入ってた。今からのりえさんの車に乗せてもらうって。なるみさんに似て謙虚だよね。歩いて帰れるので大丈夫ですって言ってた。でも私の娘が一緒に車で行こうって誘ってしぶしぶ乗ってくれたの。教育が行き届いているというかすごいね。不審者とかにはついていかない子なんだろうね。あなたは結構しつこく言ったみたいね。断ったけど断りきれなかったから車に乗せてもらっちゃったって。今からそっちに向かうね。時間としては10分程度かな。何か用意しててくれてもいいんだからね。そうやって何か見返りを求めようとしないで。お菓子と飲み物ぐらいだったら準備しておくから。なんなん、もう少し誠意を見せてほしいな。私がもし娘ちゃんを連れてこなかったら今頃誘拐されてたかもしれないんだよ。そんなことはありえない。ありえないなんてなんで言えるのかな。最強のボディーガードがついてるの。ん？それじゃあ家で待ってるね。はーい。1時間後、ちょっと私の家から置物を持ち出したでしょ。なんかすごい骨董品って感じだったから持ってきた。これ売ったらいくらするのかな。やってること普通に窃盗なんだけど。娘さんを送ってあげたんだからこれぐらいの見返りちょうだいよ。ああと、なるみさんの SNS の写真見たんだけど、お友達さんがつけてたネックレス、あれすごく可愛いからちょうだい。は？この写真、なるみさんの隣にいる人のネックレスすごく可愛いからこれをお礼にちょうだい。あなたが持っていった置物がお返しになるんじゃないの。これとは別で他のものを欲しいの。連絡しといて、お友達さんに。私のことを足代わりにしたんだから少しくらい見返り求めてもいいよね。ただの盗っ人だろ。え？頼んでもないのに勝手に送迎して見返りを求めるなんていい度胸ね。それにその置物は持って行ってはダメだったのに。なんで？その理由は本人から聞いて。ゆりとひまわりとのりえのライン。これ以上なるみさんに迷惑をかけないでください。私の大切ななるみさんに。迷惑かけてないよ。善意で行動しただけ。いつもそんなこと言いながら人から金品を強奪してるじゃないですか。言い方が悪いわね。強奪じゃなくてもらってるの。送迎をしたお返しにってみんながくれるのよ。私も断ってるんだけど、みんながしつこくもらってくれって言ってきてさ。嘘をつかないでください。あなたは勝手に人の家のものを物色し、これが欲しいと言って持って帰っていますよね。嫌なら断ればいいじゃん。送迎をしたことによって断りづらい雰囲気作りをしています。策士というかなんというか。別にいいでしょ、ウィンウィンなんだから。送迎をしてもらって嬉しい。私も見返りがもらえて嬉しい。別に嫌がらせしてるわけじゃないし、そんな文句言われてもね。誰一人送迎をしてほしいと頼んでいません。あなたがついでだから乗っていきなと言って何度もしつこく誘い、その誘いに乗った途端これです。私の車に乗った人が悪いの。そう言うと思ったので、もう今後はあなたの車に誰も乗りません。
え？あなたがどんなことをしている人なのかみんなに共有したんです。だから今後あなたの車に乗る人はいません。つまりもうこれまでのような真似はできないということです。なんで邪魔するの？私はみんなのためを思って車を出してあげてるのに、自動車移動とかバス移動って大変でしょ？私はそう思って心の底からその人のことを救いたくてやってるの。本当にそう思っているのであれば見返りを求めないでください。そして何度もしつこく誘わないでください。それはわかんない。遠慮がちな人もいるから私が何度も聞いてあげないと。そんなことをしているからユリに目をつけられるんです。え？ユリはナルミさんのことが大好きで、ナルミさんに関わった人のことは24時間365日監視しています。そしてナルミさんに迷惑をかけた人のことは地獄に引きずり落とす、それがユリです。面白い冗談言うのね。私はそもそもナルミさんに迷惑をかけてないし、地獄に落ちる予定もない。予定は作るものですよ。ん？つまり道を逸れたとしてもあなたが地獄に落ちる事実は変わりません。どうやって地獄に落としてあげましょう？私そもそもそんな悪いことしてないよね。だって私はいいことをしてあげたんだもん。そのお礼をもらうことの何がおかしいの？強要することはよくありません。それにあなたがそんなふざけた行動をとったせいでなるみさんは心を痛めています。なるみさんって友達思いですごく優しいもんね。はい、なのでなるみさんの心を傷つけた罪は重いです。さて、まずは第1段階。第1段階？あなたがなるみさんの家から持って行った置物。あ、それ私が作ったやつ。そうです、一緒に作った芸術作品です。あなたとはいろんなセンスが合わないと思っていますが、芸術のセンスだけは一級品だと思っています。褒められると嬉しいな。なんだこれ、有名な人の作品じゃなかったのか。なんか変な形してるからめちゃくちゃ高い骨董品だと思ったのに。変じゃないですよ。ほらよくあるじゃん、生前は評価されなかったけど亡くなった途端めちゃくちゃ評価されるやつ。そんな感じの壺だと思ったのに、ただの一般の人が作ったやつ売れるわけないじゃん。こう見えて私ネットで販売してるのは結構高額ですよ。コアなファンが多いですからね。ユリの作品もすごく人気なんだもんね。あんまり作る時間はありませんが。ファンが待ってるぞ。じゃあこれいらない、燃えるゴミでいいのかな。燃えないゴミ？ひどいです。実はそれ特殊な置物なんですよ。あ、そうそう、なるみさんに悪いことが起こらないように厄払いをしようと思って、変な人が近寄りませんようにって書いたお札を中にびっしり貼ったやつ。気持ち悪い。確かになんか中が覗けるからライトで光らせてみたけど気持ち悪い。まるで何か封印してるみたいにお札がベタベタ。なるみさんを守るために作られた、つまりあなたにとっては不幸になる置物です。え？しかもそれを捨てるなんて言ったんですから、きっと悪いことが起こりますよ。ぎゃー！ほら、何が起こったんですか？事故を起こしてしまったみたいです。幸い人はいませんし、怪我人はのりえさんだけ。これがこの置物の効果？そんなはずないよね。痛い、これって骨折れてるんじゃないの？骨が折れたくらいでガタガタ言わないでください。今から地獄に行くんですから。これが地獄じゃないの？こんなのは前菜にもなりませんよ。嘘でしょ。さて、離婚するための手続きは私が進めておきますので。ちょっと何ふざけたこと。あなたは裏の施設で車で引きずり回します。目には目を、車には車を。そうです、時速1キロ、2キロ、3キロと少しずつ少しずつ上げていきます。その状態であなたはどのような結果になるのかを検査します。そんなのしたら体がズタボロに。車って200キロとか出たりするよね。そんな状態で引きずられたら。だよね、そうだよね。なので体が壊れてしまうギリギリのところで止めてあげましょう。その後はエアバッグがない状態で車にぶつかった時、何キロがアウトなのか。アウトってことはつまりあの世行き。このような実験を100日間かけて行います。100日後に生きていれば解放してあげますので。生きていける気がしない。頑張ってください。ファイトです。
ただでさえ今足が痛いのに、無理無理無理、痛い、泣いてしまいましたね。泣かせてニヤニヤしているいじめっ子だな。その後、のりえさんは旦那さんと離婚して、そのまま消息不明。彼女が消えて今は50日経ったところ。ということはちょうど折り返しになってるわけなんだけど、彼女はまだ生きてはいるみたい。ただあちこちの肌がすりむけて肉が見えて、痛々しい状態のまま実験を続けられているとか、休息日もちゃんとあるみたいなんだけど、たった1日2日休んだくらいでどうにかなる傷跡じゃないし、ちょっとかわいそうな気もしたけど、ママさんたちから旦那さんとの思い出の品とかを盗んだりもしてたみたいで、ゆりはそれに怒ってた。もちろん全部盗んだものは返ってきたんだけどね。ゆりはそういうところ徹底してるから、善意で近づいてきた風で見返りを求めるなんて悪質な人だよね。みんなも気をつけてね。いい人に見えても裏で何を考えているかはすぐにはわからないものだから。召喚成功。はい。私がお絵かきした人がこっちの世界に来たの。前言っていたあれですか？そう。だからみんなも身の回りのドキュンとか苦手な人をコメントで書いてね。書いてくれたら私が頑張ってこっちの世界に呼ぶから。お仕置きするのは私なんですけどね。頼んだよゆり。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。